米大リーグレッズ5、2レッドソックス、21日、米オハイオ州シンシナティグレートアメリカンボールパーク。レッドソックス、吉田正隆外野手が21日、日本時間22日、敵地でのブルージェイズ戦に、6番 DH で先発出場も、4打数ノーヒットで打率は2割3分6厘に下がった。相手先発が左腕アボットながら先発出場した吉田だったが、夕頃 中日、2ごろ、9回は抑えのディアスに空振り三振に終わった。ブルージェイズ戦に試合連続安打で迎えた試合だったが、レッツ投手陣に封じられた。チームも5連勝で迎え、2、3回にそれぞれ同点に追いついたものの3回にカンデラリオにこの日2本目となる14号勝ち越しソロ。7回にも2点を許し、反撃することなく敗れた。